うまくいくかな。バレたらその時。じゃ、着替えよっか。まだこれからだ。スフィアを探そう。あ、ありがとう、ルブラン。いいんだよ、あんた。これでベグナガンのありかが分かったわけだ。スピラはしばらく荒れるぞ。気をつけてな。あいよ、お前さん。今度会えるのはいつだろうね。会えない時間の長さが思いったらないよ。こちら兄貴、うまくいったか。静かにしてよ。隠密行動中なんだから切るよ。でーっけ、リーダーに向かってその態度は何だ。うるさいな。もうなんだ、誰の声だ。ああ、カモメダン。やば、盗まれたやつと違うんじゃない？見てみようか。赤城隊員選抜、最終演習の生存者はありません。以上。勝手にまとめるな。よく数えてみろ。死体が足りないだろうが。候補生3人分と記録係もいたはずだな。ってことは3+1で、生存者は死に損ないは4人だ。分かっているな。やれやれ。何か言ったか。いいえ、とんでもございません。スカだな。人の部屋を漁るなんてお行儀が悪い娘さんたちだ。そっちだってあたしらの引くって勝手に入ったでしょ。お嬢の命令だからいいんだよ。ほーれ、何が出るかな。
かにもって場所だね。手分けして探そう。あった。あった。え？なるほどね。二つに割れたスフィアなんてどうして取ったのか不思議だったけど、あいつらスフィアの片割れを探してたんだね。大当たり。散々苦労して集めたんだよ、ヌージの旦那のためにね。指一本触れさせるもんかい。お前たちやっちまうよ。えい、わじゃ。ドラゴン勝負。どうする？もう少し痛めつけとく？ここなら悲鳴はどこにも届かないな。ちょっと待っておくれよ。あのスフィア見せてやるから。見せてやる？どうぞご自由にご覧ください。大いなる存在、ベグナガンだよ。撮影地点も解析済みさ。どうやらベベルの地下らしいね。昔も今もベベルは隠し事だらけか。その通り。エボンの奴らは大昔の兵器を隠し持っているってわけさ。こんなものが使われたらスピラの一大事だよ。うん、機械なんでしょ。ちょいちょいって分解するとか壊すとかすればいいんだよ。ヌージの旦那はその気だよ。旦那が言うならもちろん私もね。で、あんたは？私？シンを倒した召喚師ならスピラのために立ち上がらなきゃ。うん。じゃあ私らは仲間ってことだ。先行って待ってるからよろしく。待つ？決まってるだろ？あんたらの引く手さ。あれで一遍飛んでみたかったんだよね。勝手に決めるな！真が消えて、凪節が来て、平和な日々がずっと続くと思ってた。永遠の凪節。信じて疑わなかったけど、その危うさに、初めて気づいた。とにかくまずはベベル直行だよ。引く手発進。待てー！ルナ、どうする？ス
ピラを救いに出発だよ。うん、はあ、ユウなんだね。雰囲気に飲まれやすいんだよな。レベルにはたくさんスフィアがあるはず。それをごっそりいただきます。はいはい。何さ、めんどくさい性格だな。どういう作戦でいく？うん、偉いやつを踏んづかまえる、これだね。で、ベグナガンのところへ案内させればいいのさ。なるほど。ターゲット決定！新エボン闘技場バラライ。おとなしいヤサ男だ。護衛なしでは何もできまい。それが結構強いんだよな。お迎えだよ。お前たちは、ふん、青年同盟の回し者か。キーリカのようにはいかんぞ。あとは頼んだよ。じゃあって、次行こっか。てのかい？今回だけは特別だ。任せておきな。
誰かと思えばカモメ団の皆さんですか。言わなくても分かりますよ。あなたのことだ。スピラを脅かすベグナガンを破壊しに来た。そんなところでしょうね。僕らだって壊せるものならとっくにそうしている。でもあれに触れてはいけないんだ。君らもヌージもそれが分かっていない。ヌージとは話したのか。あいつは信用できない。あんただって。エボンは信用がないな。自業自得か。とにかく手出しは無用です。ベグナガンは僕に任せて。どうするつもりですか。僕にできることはベグナガンを壊しに来る者たちを排除すること。帰ってください。ユーナ、リュック、ごめん。はい。どういうこと。私、行くから。訳ありなんだ。後で話してよね。ずっと後でな。待ってよ。繋がってるんだね。繋がった先に何があるのかな。
してかな。とても君に会いたいよ。さっきはありがとう。戦わなきゃだよね。空っぽ。この穴できてすぐみたい。ベグナガンがやっちゃった。すごいよこれ。どこまで続いてるんだろう。あれ？メグナガンは？ないみたい。私にビビって逃げやがったか？違うと思うよ。早いとこ、ヌージの旦那に報告しなきゃね。お前たち、情報収集だよ。しっかり取っときな。えい！アジャオ！ベグナガン、本当にここにあったのか？私の体、震えてる。永遠の凪節。それが、足元から崩れていくような気がして。ユナ、緊急事態だ！早く戻れ！ダッシュ、ダッシュ！